はい、オッケー？オッケーです。よし、したらさ、はい、今日はさ、はい、今日はね、お前の、はい、襟、なんちゃんとすれよお前。そしてこれな、はい、あんこのね、はい、汚い布巾持ってこいったら、お前本当に汚い布巾持ってたんだな。嫌なのな、はい、触りたくね。いや触りたくねえな。これさ、はい、せっかく、痛い。これをね、孫の練習。あ、冷たい。これをね、はい、練習すればいいんだ。わかりました。どうするやん。あ、重たい。引っかかるか。まあ、下顎でも上顎でもいいから、ほら、ここに、ほら、ちゃんとこう引っ掛けて手伝えよ、お前、見てねえで。ほら、ここちょっとだ。しっかりほら、こう引っ掛かるように、深く、針が、この針持ってよ。よし、移動。いいな。よし、離せ。あ、大丈夫だな。はい。いけるな。あ、なんか、お前、吊るすとこないからさ。はい。吊るすとこないから、俺練習。嬉しいか？はい。俺は何にも言わないからね。何も言わない。お前自分で夢だから YouTube 見てたんじゃないのお前。あ、見てます。見てたらお前ちょっとほらそのお前はるだ。え、やってきたね、ほら。やってみろ。うわー、ベタベタだ。ほら包丁持って。え？え、わかんない。わかんないとお前 YouTube 見てるって言ったべよ。いや、言いましたけど。言ったべ？はい、お願いしますね。いや、わかんないし。汚い。汚い。はい。え？これは何ていう魚ですか？ごっこ。皆さん、できると思いますか？あんこ。だって、いつも YouTube 見ても頑張ってんだろ？まあ、はい。この位置でいいのか、お前。この位置、大丈夫です。もうちょっとそこ持っててか。これをよ。ああ。この方がいいんじゃないの？はい。よっしゃ、やってくれ。ほら、今、お前。今お前、大谷が今ホームラン打とうとしてんだから。あたた、痛い。どうやってやるんだ。考えねえよ、お前。考えるお前、YouTube 見てるって言ったじゃん。いや、言いましたけど。ああ、れた空、そう、風、ドラ。まずこれをみんな取ってくんだよ。これを切る。ああ。俺は触らないからな、一切。分かった？はい。ね、私は触りませんよ。一切触りませんからね。ね。見ないし。よいしょ。手切るぞお前、そんなことやったら。そんなことやったって昨日スッと切るんだよ。なんだタイム。はい。もっとこの上あたりから切るんだよ。これなら先っぽでこの上からよ、もっと。とにかく俺触りたくないんだから。もっとこの辺から切らんとダメよ。この辺からこう、なんだ短く切るんだよ。この辺から切るんだよな。はい。あ、俺やらないからな。お前やれよ。はい。関節あるべ、ほら。あ、ありますね。そう、そんなに力入れなくたっていいから、出ねえとこれブツッと落ちるぞ、また。まあ、あんこも落ちるから。うん、今度スッスッとやれば。スッスッと取れるんだ。うん、スッスッ。スッスよ。あれ、俺ビールどこやった？せっかく晴れてるのに、お前。取る。取った？はい、取りました。そしたらこの反対側、いつもそれでパッと来て、あ、そこにね、こっち側、そう、で、今度こっち側で、はい、ちゃんと塩梅よ、ごめん、自分でやるんだぞ。はい、いまいちだな。タイム。はい、触ってみろ。これ、この辺だね。あ、汚い、触りたくねえんだけど、これ。あ、じゃあ、こっちで。
ああ何やってんだよお前。ドラ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 、はい、はい、こうやって持ったらほら、こうやって簡単にこう切れるし、こうやってやったらほらほら、はい、ほらほらあらほら切れねえか、はい、簡単。ただあと次ほら、こっちも今度こっちもありした、はい、これ切る、はい、これはな、はい、ポンポンって切る、はい、こうやってな、こうやって切る、はい、お願いします、はい、頼むよ。じゃんじゃ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 ん。お、大丈夫かな？大丈夫かな？またこれちゃんと映ってんだべな。え？ピカピカ光ったりするし、早送りになったりしてるし。本当にもう、まあいいけど。なんだめその付近の付近でなんか持たないの？そんなもの。何やってんだ？そんなに切れねえか？なんだか下手くそだなおい。あんこがかわいそう。あ、ちゃんちゃちゃん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 。どうだ？勉強になるだろう？はい。どう？大丈夫か？若社長、はい、頼むよ、はい、あ50年経ったってめ俺より若いんだから。お、あんこが可愛いのかお前が可愛いのか。あ、え、全然可愛くねえな。どうだどうだどうだ、早くやれよお前。早くしないとカラス来るから。はい、今のうちやんないとね、カラスと太郎が来るんだ。来ました。お、よかったの。はい。まず取れたよ。とてもいいな。はい。そしたら今度皮も剥ぐぞ。はい。何やってんだよ。まだ剥がれてませんでした。え？剥がれてない？取れてませんでした。どこがよ。な、お前もうちょっと奥から切らないからよそれ。ちょっと待て。はい、ちょっと待てよお前だな。なんでこれが残るの？もうちょっと奥から取るんだよこれ。ちょっと奥。これ輪っかだけ取ってんでしょうねこれ。しょうがねえな。うん？次の工程だ。はい。な、はい、そしたらここのとこさ、はい、こうやって包丁も入れてこう、ぐっと。な、はい、こうやってぐっと入れて、はい、でこうやって、であと皮剥いでいく。はい。皮剥ぐんだよ。はい、包丁も入れて。俺がやったら意味ねえべやかやろ。違うの？はい。はい、はいでねえよ。こうやってこうやってこうやって気持ち悪いな。はいはい、やってみろほら。はい。今お前野球ちょうどうまい、ちょうどうまい、いいとこやってんだから。ああ。え？次にしてください。ね。私は何も文句言わないからさ。で、勉強になるか？はい。勉強になるの？全然勉強な、ならないんじゃないか。俺軍手履いてやった方がいいかもしれないな。軍手。気持ち悪いわ。あ、汚いな、この軍手。きれいな軍手ないわ。え？入りました。え？入りました？おい、はい。で、皮むくんだぞ、お前。あんこの皮をね、むくんだ。だから俺やってるから。な、全然包丁も入ってねえじゃん、これ。バカだもんな、ほんとに。いねえもんな、お前もな。いや、あります。え、お前に合わせてからこれちょっと高いな、おい。え、こうやって皮むくんだ。ああ、 YouTube で見た？いや、見ましたよ、2、3年ぐらい前。2、3年目ってお前生まれてねえべや。3年目がよ。いや、これ邪魔だな。お前
ねえな、邪魔だけどめしょうがねえんだから、まあ、場所を選んでられねえから。で、今度こっち側も全部さ、はい、こっち側も全部、そこであと皮入ってくんだ、はい、な、はい、はいはいの結局俺がやってんじゃねえかよな、やりづれえなおい、これお前の背の高さに合わせてから、お前俺高いんだわ、これ違うの、全然やりづらいなこれが邪魔くさいもんな、これな、あんこ鍋に来るか今日、はい、これ一匹で足りるかお前、あります、いやお前なら2キロで食うべよ、いやいやいや、え、後が出たら抜けるはずだろ、抜けるでしょ、皮むけんだな、皮がむけるのよ、あっ、だから落ちるって言ったべや、いやいや、え、ちょっと待って、ちょっと待って、これがもう一回ちょっとペンチで直すわな、はい、まあ、まな板の上で見んだけどな、まな板の上で見んだけど、お前の勉強になるべ、どこで見るや、こうか、よし、痛いってほら、お前もう逆だべや、よし、はい、もういいねえか、また取れそうか、遊んでんじゃねえんだぞお前、よし、いいねえか、よし、それが皮むくときお前取れるわな、力入れるんだから、だべ、はい、だから頑丈なやつつけねえからよ、頑丈なやつつけねえから、そうだね、それほんとに皮むけんの、ちょっと待ってよ、はい、こうやって押さえといてやるしかないな、ほらそっちも裸にしろ、はい、裸にできる、なんかもたついてんなおい、あ、職人と思えないでしょもういいわもうバカ野郎何なんだ、痛い、ここで皮むいちゃえばめんどくせえから、あ、あ、むけた、ほら、何もしなくたって、ほら、むけた、ほら、うわ、むけました、ほら、むけた、な、あ、気持ち悪い、気持ち悪いっちゅうのは食べ物に向かってお前、あ、で、あとは、ここんとこな、一口切ればいいんだよ、これ出来上がったのか、完璧だろ、はい、またぶら下げたやろか、まあ、皮もう剥いたからもう大丈夫だと思うよ、はい、どうだ、あ、どうしようね、かなり曲げました、今度丈夫なやつさ、はい、あの、少し取ったね、はい、取れます、で、ほら今度こっち来て、はい、こっち回れ、はい、ここをこうやってな、はい、ここをこうやってビーッと切るの、こうやって、はい、そしたら内臓出るから、はい、こうやって切るの、ビーッと、はい、はい、はい、お願いします、はい、そうなんだよ、見えねえでしょ、お前影になって、あ、苦しい、俺息苦しいわん？ああ。
できるの？はい、ああ。上からだからここちゃんと切ってねえんじゃないか。え？切れてる？パーンと切るんだよそこほら。ザーッと。またやったらまた切れるぞ上。あんまり近いになってもバッと切れるはずだけどな。うん。あ、ちょっといいだ。軟骨だからそこ全部。さーっといけ。あのあん肝に傷つけないように。はい。よし、行け早く。よし、切れ。で、開いたら、ほら、これもちょっと落とせ。はい。ここ、今度ここでビリッとこう切っちゃえ。うん、そう、切る。切れ。なんだこの切り方。うん？いいから切れ、早く。何やってんだよ。いいんだ、そんなもん、そんなくせ。はい。腹立つな、お前は。え、これじゃないですか。くっ、どうですか。いや、ちょっと待て。いやそこ切れっちってる意味が分かってない。そんな皮取んなくたっていいんだよ。みんな切っちまえそこ。危ない危ない危ない。足元が年寄りなんだからバカ野郎。俺言ってんだよ、ここみんなこうやって切れてんだよ、はい、ここ全部こうやってビッと。またここ切る、はい、ここ俺カメラ持ってんだからお前。ここあんなと包丁研いだけど切れないでしょ包丁も。ほら、はい、それ外しちゃえベロッと、はい、ああそう綺麗に、ってその出歯切れねえんだよ。あ、そうずっと下の方まで骨に沿って。そうだ、何やってんだ。あ、はい、この反対の方もあそこから切っていけねえんだよ。じじじ、え、その包丁お前研いとけよお前。はい、あれいつも包丁研げって言ってるでしょお前。私バカよねーだな。頼むよ先輩。あ、カメラがもうめボロボロだもん。どれ、はい、そろそろ中が綺麗になるぞ。はい、もうでねえよ。でこれちょっと中落ちるから。でかい。これ胃袋だからほら。胃見てね、胃袋。はい。な、こうやって落とせば。心臓。心臓だ。うん。本当にみんなこうやってみんながここに落ちるのここに。ね、ボタボタしてっからよ。お前そこにいたら誰も見えねえんだよ、わけ。え？何のためにやってんだよ。ほら、肝。はい。うわ、うまそう。で、この肝傷つけたらあかんよ。これでかいでしょ？はい。これあん肝って言うんだ。あん肝。このあん肝が価値あるんだから。でこの胃袋をな、はい、こう持ってこれ全部こうやって落とすのよ、はい、あ、さらしも入ってたでしょ。何ですかそのさらし。これここだ、あんこの一端っつってな。これあんこのさらしっちゅうの。あんこの子供、これだからさらしぐらい大きいのよ。ほらあんこのさらしっつって、ほらすごいべ、長いべ、ほらこれあんこのな、はい、腸一旦、腸でないんだよ、ここなんだよ、これ。これが。よく見てみろ、ここだから、ほら、こっち来て見てみれ、ほら。ほら、ここだ、ほら。あ、ほんとだ。全部これ、ここなのさ。全部つぶつぶ。な、これあんこのさらしっちてさ。はい、高い。これが、高いところがうまいんだよ、お前。うまい。ここだもん。な、これ。はい。もうちょっとね、バット用意しておけばよかったら、あとこれ胃袋もな。はい。ちょっと切って取ってみろ。はい。あー、臭いね。気持ち悪い。わかった？はい。あんこの前、ここ入ってるとはな、お前。さらし入ってるでしょ。ああ、これはうまいよ。完璧だから。あ、はあ。孫、いい練習になったの？はい。え？もうちょっとこっち来てやんないと、お前。はい。メールにしてやって。はい、もうちょっと上から切れよ、胃袋。うん。な、だからぶら下げてさ、はい、やるのはさ、はい、楽なのよ。まな板の上でもできるけどな。ああ、もう上手でねえか。もう完璧だ。そのほら、しょんべん袋も取れ。はい、ちゃんと切れば落ちるから。しょんべん袋ですか。うん。
まあ水が入る。取れ早く。何やってんだ。このなんか。いいから取れ早くみんな。後ろ。え？包丁でバッタって下に下に落とせ。そうそう早く落とすな。もっとパパッと。できた？はい。なかなかできないの。よし、いいな。いや。え？ドラ。で、あとはもうほら、ここのところ外してって終わりよ。はい。ここのまた切れるからな、これな。あとここのとここうやってさ、こうやってやってくんだけど、また切れそうだね。こうやって切って切ってこうやってやれば終わりよ。これなんかお金また外れそうだね。これでこうやって、はい。ああ、この。そうそうそう。あそこに沿って。そうだ。よくわかったね。うん。あとこうやってやるの。はい。これ身だからな。こう上手にこうやってやる。ピーッ、ピピッピッピッってこうやってやるの。切れるね。そう。包丁切れるんだな。お前がやると切れねえんだわ。で、今みたいにやればほら。はい。ここんとこな。はい。はい、やってくださいね、はい、え、社長頼むね。包丁は切れるんだけどさ、おめえがやると包丁が嫌がってんだな。ああ、うん、うん、それも取っちゃう、はい、一緒にな、一緒に取る。うまくいくぞ。はい。だからちゃんとしたらカメラでな、みんなにしよう。はい、行きますよ。はい、真剣な顔してやってくださいよ。はい。なんだお前、あんこに似てきたな。あんこ。これあんこ。あんこ。早くすれよお前。もう終わるんだから。これに。そのままほらこっちと同じなんだから。できるの？危なっかしいな、お前。いいよ、それで。もう切れてもいいからやれ。切れたとこもバシャッと飛ぶぞ。もういいわ、もう。何やってんのよ。ここの関節が。あれ？来た。で、身だからここにこう、そう、これ沿ってな。はい。うん。ビラビラだけど、あんまり剥がない。はい。よし、行け。ああ、上手上手。はい、それで終了だ。さっと行け、押さないで切るんだぞ、お前。あ、こうか。そう、当たり前だろ、お前。押してたって、お前、ナッパでねえんだから。はい。バカだもんな。もう完璧じゃないの。あとこれ小さいからだ。普通はさ、はい、あとここのとこも綺麗に取ってな、この口だけ残るんだよ。でもこれチビだからさ、はい、もうこのまま外せ。はい、はい、ご苦労さん、はい。あと厨房の中でさ、はい、あの下ろせばいいよ。はい、でその中に入れればいいんだ。はい、大丈夫かお前。そのまま入れれ。はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。いや、完璧ですね。はい。後から細かいの、はい、後から処理しますから。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よし。はい。まあ、いいか。あとこれどうやって消すんだ。え？ここ、ピッ。あ、そっか。はい。わかったわかった。へへへ。